白ワインを入れます。やっぱり豚肉は淡白なので果物系と食べると非常にリッチに感じます。豚肉、豚肉でもフィレを使います。豚肉とプラムのソテー、ソテードポー、ポーは豚ですね。ソテードポー、本当はポーフィレっていうになるんですけど、ソテードポーをプリノっていうのは、プリノっていうのはこれです。プルーンです。プリノって言います。プルーンね。このプルーンは今日プルーン使うんですが、ちょうどフランスのボルドーのちょっと山の方に行った、ところがこれプルーンの名産で、その原木がアメリカに渡ったという一説がございます。それでは材料です。今日はこのフィレを使います。ヒレブロック、岩手産純情豚、どれだけ純情なんですかね。278円、ワンフィレ。白ワイン、生クリーム、ソテーするバター、そしてこれはこのプルーン10個なんですけど、ホールと刻んであります。刻んだ中にもうちょっと白ワインと、このシナモンですね、シナモンをマリネして香り付けにしておきます。はい。そしてまずこれね、これの切り方はメダイオンって言うんですけど、メダイオンっていうのはメダルって意味ですね。こうやって切ってね、これをこう逆さまにしてね、この中メダルみたいですよね。これを我々特製の肉たたきがあるんですが、これは小瓶のワインの瓶、ラップ包んで、でこうやって、はい、これはフィレ、お尻のところ、メダイオンじゃないんですけどね。でここに、塩コショウ。豚肉は黒でも白でもいいんですけど、僕は白を使います。これソテーするのちょっと気持ち多めの塩コショウです。はい、よいしょ。はい、これをですね、小麦粉をつけます。小麦粉をつけるととろみがつくので、とこれソテーをするので、小麦粉をつけると香ばしくなります。はい、それではソテーします。強火です。強火で、強火でバターを入れます。はい、バターをちょっと焦がして豚肉を、豚のフィレ肉ですね。はい、ここは慎重にバターをまずちょっと焦げ色をつけます。これは小麦粉を焼くので、はい、色変わってきたの分かりますか。はい、そうしましたら小麦粉をよく、叩いて、この小麦粉のとろみがつくのと、この小麦粉を焼いて香ばしさを両方狙います。ここは強火でカリッと焼き上げます。
あのこの4つはメダイオンで、これはあのお尻の方です。はい、小麦。はい、はい、そうしましたら火は中火にします。中火にしまして、でそこにそこにプラムと白ワインとシナモンですねをマリネしたものを入れます。ちょっとここで真ん中のフライパンで焼いてあげて、そうしましたらすかさず、白ワインを入れます。はい、ここでちょっとじっくりあの豚肉に火を通します。中火の強火です。はい、ここでね、あのこれあのプラムをみじん切りにしてのこのおソースにコクをつける目的でプラムを半分、ここはよくねあのこうやって煮詰めながらこの豚肉に火を通します。はい、そうするとあの旨味が凝縮しますね。こういう感じです。そうしましたらここに生クリームを入れます。そして、残りのプラムも入れます。ここでコトコトと、そうですね、コトコトと2、3分煮詰めます。はい、ここはちょっとあの中火の弱火です。これでソースを一緒にこう濃度を出して、この時に必ずこのソースをこうお肉にかけながらね、これはフランス料理で必ずやります。こうやって、でこれであの豚肉にフィレに火が通ったら出来上がりです。簡単ですよね。ね、こうやってね、おソースも見てください、とろみがねついてきて、おソースを絡ましながら火を通していきます。もしあの煮詰まりすぎましたらね、ちょっとお水を入れていただけると、あのあまりあの煮詰まりすぎるとね、あの美味しくないので。はい、これで出来上がりです。豚ヒレのプラムソテーいただきます。うん、いい感じですね。あ、火の通りもロゼで、うん、なんかこってり、なんですかねこれね、あのあれですね、あのシナモンの香りがやっぱこうプラムとあの混じり合って
カナモンの香りが独特。あとプラムと。やっぱ豚肉は淡白なので、こういうプラムとかそういう果物系と食べると非常にリッチに感じます。グレース、今日合わせるワインはフランスローヌバレー M シャンプティエラストグルナッシュシラムーヴェドールでございます。プラムのほのかな香りが多く感じます。なかなか相性がいいです。なかなかね、上品な、これですとお子様でも非常に喜ばれると思います。このシナモンの香りはですね、ちょっとまあ好き嫌いあるのでお好きな方は全然 OK なんですけど、エピスがちょっと気になる方は、まあ取るかほんの少し、隠し味にするかでよろしいと思います。ワインも、プラムの、香りがしてグーです。どうぞ、試してみてください。プラムです。